たそこ、お仕置きミサイル、イエーイ、みんなまとめて、みんなまとめて、一本ごちそうさまですよ、それ。さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。ニンチャラやりましょうか。さあ今回使う武器はこちらですね、アイアンノイズ。この武器ね、ハンマー系でも結構変わった武器でして、1個前使ったね寿司アックスに比べてヒットポイントがねさらにアップして、だけど移動速度がちょっと落ちてるって感じの武器となります。スピーカーが見てほらめっちゃついてて、音を鳴らす系のね武器なんですよ。見てみましょうか。こちらですね、ガムウェポン、アイアンノイズ。ガムシュートはガムクナイ、これ強いよね。でガム忍術が藤山ロケットっていうね、すごい爆発するロケットを撃つやつです。これめっちゃ面白いよ。そしてねスペシャルがやまびこスクリーム、これ音波攻撃、音の攻撃ですね。まあ実際見てみましょうか。さてやっていきましょうか。このハンマーなんですけど、特徴的にはねこれメイン攻撃殴るとこんな風にねなんかビリビリってするね音波攻撃みたいな出す感じで、殴りながらビリビリさせ、殴りながらビリビリさせ、殴るみたいな、こんな武器なんですよね。で横攻撃がこんな風にねバイーンってなんか衝撃波を出して、相手にね相手をビリビリさせるって技、これが後ろ攻撃ですね。でこの 横のビリビリはね敵にダメージが入らないんですよね、まあ、だけど敵をひるませることができるみたいな、そんな感じです。で次の特徴的なスペシャル Y ボタンですね。スペシャル忍術がこんな風にで音波のビリビリをね一定時間出して、中に入ってる人をしびれさせるみたいな、そんな技です。その使い方はねちょっと俺もね難しいなと思ってて、使い方としてはやっぱこのねドローン壊す前にこうやって置いといてから壊せば相手がドローンの横入りしづらくなるのかなと勝手に思ってます。じゃあ次ねガム忍術でいきましょうか。藤山ロケットでーっドカーンっていうね、武器をなんかすっごいでっかい爆風を出していくってやつで、爆風には自分も当たるけどダメージ食らわないって感じですね。おう、じゃあこの武器使って今からじゃあねドゥエーって挑みに行きましょうか。さあやろうか、バトルロイヤル、イエーイ、俺はこの武器使えるのかやろうか。いやこれはね、いやかなりね対人で使うのは難しい、バトルロイヤルで使うのは難しそうだなっていうのが個人的なちょっと感想というかあれでして、へい、とりあえずこいつ倒そうか。ほい、え、ビリビリ、はい、ビリビリ、はい、どう、え、まずけよー、まず一人やりです、イエイ、間違った、よし、とりあえず、バリ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 、ちょっといて、今忙しいからドローン壊すから俺、ドローン、よいしょよいしょ、はい、こいつをドゥーってやってからダグル1KO。 いや今のめっちゃよくね、知らんけどドローン出る、あそこ出るねドローン、よし普通に、あー誰か来てる、痛い、武器が壊れた、よしこっち、ここで来てるかなこの人、うー怖っ、とりあえずクナイ打っとこうか、クナイ打って、はい殴って、いやーん横攻撃のスーパーアーマーのアタックでやられちゃった、当たらない攻撃が、あーなんか今なんか当たってる、当たってない、うんちなってる、うんちダイダラでーす、うんちダラでーす、やめてね、うんちだからね、うんちだからやめてね、死んじゃった、うんち死んじゃったやばいやばいやばい、これはちょっと待って、この人お仕置きブレードマンが多すぎる、いや死んだ、さすがにこれはお仕置きブレード今めっちゃ、藤山大だら、ちょっと待って先壊そう、さあそこお仕置きミサイル、イエーイ、みんなまとめて、みんなまとめて、一本ごちそうさまですよ、それ完全にね、よいしょ。さあなんか知らない人が来たんですけど、でドローン壊してその間に殴ろう、ういはい、KO！ いい感じじゃーん。待って、先にね、俺はドローンを壊すぜ。みんな来ないでね、俺んとこ。よし。バリバリ。バリバリ。よし。いやー、全チーム無用、ウェイ！ま、でもドローン壊した。さあ、5000点あるんだけどね、すっげー煽られてないこれ、今俺。なるほどな。ほい。見え。ピン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 じゃんけん、はい、ポンからのブレイクして殴って一本、イエ
最後1本取って6500点だけど2位なの俺。嘘、7500点がいる。強い。うわ、ドローンマスターも取られてんじゃん向こうに。俺も取ってるけどね7000点超えてんだけどな。1本マスターも取られてる。いやいや、これはトップがねかなり強かったね本当。いやでもね、なかなか面白い戦いができたんじゃない。今回はね結構逃げが多かったなって感じなんですけど、あと S バースト中の敵に対して殴った後に出る電波ビリビリみたいなのが当たって、 S バースト中の総裁発生せずにね一方的に殴れたなっていう試合が多かったかなと思います。結構それ良かったよね。さあバトルロイヤル、今度は勝つぞ勝てるかないや戦闘でメインっていうよりもね、やっぱ妨害というか遅延行為をしてでドローン壊ししまくった方が良さげな気もするので、この武器なるべく最初はちょっと離れてね戦っていこうかなと思います。ウェイ、こうやって、はい、一発ビリビリ、あ、ビリビリ入らなかった。ビリビリ、はい、入って、ビリビリ入って、入れて殴ってビリビリ、あ、大丈夫だ。なんか よくわかんない感じだったけど今倒せましたね。今のは不思議な感じ。よいしょ、邪魔しないで。はい、俺のワープはいいよ、ワープはいいよ、ワープはいいよ。じゃんけん、はいはい、あいこで、はい、よし、あいこで、はい、負けたー、くそラッキーよいしょ。さあ君、妨害、絶対妨害来るでしょこれ。なに、わかんない、わかんない、ここどけお前らいやー、飛んでた、くそ4人で固まってる、4人で戦うこの状況、バトロワだって感じするけどね。やられた側としてはうざいっすよねこれ。待って待って、後ろから切る、後ろから切る、先ドローン壊す。よいしょ、さてこの方をね、お仕置きブレードしましょうか。お仕置きブレード、はい、何、よいしょ、じゃんけん、はいはい、ポーン、もうないでしょさすがに。よいしょ、さ、飛んでけ。あ、待って待って、なんで当たんないの、なんで当たんないのこれ、おかしない、それ。じゃんけん、はい、じゃんけんは勝った、じゃんけんは全部勝った、じゃんけんは全部勝った。そこだけはね評価すべきポイント。よいしょ、なに、なに、それ、ずくね、ずくね、変な、変な感じ、バグれ、バグれ、バグれ、逃げろ、逃げろ、ダイダ、逃げろ、ダイダ、よいしょ、よいしょ、あぶねえ、マジで。藤山ロケットや、今のその瞬間、デイ、俺を追っかけてくる民たちよ、よし、さ、なんか一本を取れた、クソ、でも俺もやられた、でも KO、KO、KO、これはいい、KO、全然いい、全然いい、KO、めちゃくちゃ、俺を狙ってたな、今の。完全、お前は絶対倒すんだっていう意志を感じましたね。よし、おれ、やべ、当たらん、またかあ、それ僕のだ、僕のだ、よしよしよし、僕の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 成功、でもやられた僕のだって、俺がねやってたやつを横入りする。まあ、それはバトロワだけど俺は怒る意外とみんなね積極的に戦ってるんですよね君たち。ふい、逃げないで、逃げないで、君ビリビリしてる君たち、なんでこれお互い吹っ飛ぶ、なんで互い吹っ飛ぶの、くそ、いやよくわかんないそれ。はい、じゃんけん、よし、君は俺が倒す、オッケー、一本だけど逃げましょう。さあ、藤山ミサイルがたまりましたね。これ最後に一発、これどでかい花火を上げてね終わりっていう状況が多分いいんですよね。あのドローン壊しながら、ドローン壊しながらミサイル照射、一本壊せてる、これ完璧では。じゃあ最後、俺待って、それ壊すから俺一発、あー取られてるさあ結果はどうなる。1位最後取ったけど怪しい感じポイント結構ギリギリだな。さあドローンマスター、よっしゃ、ドローンマスター俺取った、これでほぼ1位確定かと思ったけど一本マスター次第、よかったよかったよかった、1位取れた、1位取れた、結構危なかったな。ミサイルがでもやっぱ楽しいなね、ドローン壊しながら人を倒せるポイント、最後にやったね、あの投げ方やるとね気持ちよくなれますね、もうとても。はい、それでは終わりましょうか。アイアンノイズでした。いかがでしたか。まあ音のね出る武器で結構癖がめちゃくちゃ強いと思います。俺も全然まだ使いこなせてないと思うんですけど、通常攻撃のメイン攻撃のね
殴ってビリビリ出て、殴ってビリビリ出てたやつがめちゃめちゃなんか癖が強くてね、敵を逃がすことも多かったです。だけどね、あのヤマビコスクリームとかで敵をね妨害してね、自分を守りながらドローン壊したりとか、ドローンを壊しながら藤山ロケットみたいなとか、それがねめちゃくちゃ良かったです。あとガムクナイは普通に強いのでね、慣れたら多分めちゃくちゃ強くなる武器じゃないかなっていう風に思いました。よし、まあ、皆さんもぜひともね一回試してみてください。それでは終わりましょう。また見てください。忍者らね、まず全武器そろそろヨーヨーに行くと思うんですけど最近ヨーヨー使いがめっちゃ増えてきてる気がしてね、ヨーヨーも早く使いたいと使いたいと思うんですけど、次回はこのドラムビート使いましょう。また次回の動画も見てください。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。またね。